はい、今日もあなたと百姓天国。はい、本日は3月16、木曜日ですね。ちょっと午後がなってね、今午後になりましたが、ちょっとね、天気が悪くなってきましたけど、まあそれでも暖かいですね。はい、そういうことで、じゃがいもね、栽培、もう芽出しがほぼ終わりかけになってきて、まだポツポツやってないところありますけれども、もうこれだけある程度もう育ってきました。それで今ね、今日は何やってるかって言いますと、この辺まだあれだね、終わってないね、はい、サクリですね。彼にサクリをやってもらってます。まだこれ目出しが終わってないね。ね、こんな感じで彼らにサクリをやってもらってます。もう少し深く行って、はい、それで削るのよ、草をほら草が残ってるぜまあ難しいでしょ。まあうまいこと、もう少し深く入れられるから、そう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 、深く入れようと思ってそこを下げるってことだから、手元を下げる、はい、ちょっと違うななんだろう、もうちょっとこう、うん、でね、たまにこうやってこう削って先端を出してあげて、でもう少し先端を深く、そう、ここで行くのよ。ちょっと違うな、もう少しそう角度全体を入れてあげるのよ、このサクリの先っぽだけじゃなくて。うん、もう少しなんか深く入ると思うけどな、なんだろうね、なんかやり方がちょっと違う気がするけど、そうだね、その感じだと多分1回でよかったねそう、まあまあいいんだけど、ね、この感じでサクリがね、今うちに大きいのが2つあるので、今2人でこうやってやってもらってね、どんどん、ここここ彼がここをやってくれるから、今度じゃあこっちね、はい、こんな感じでね。で、終わったら、まだ目出しが終わってないとこあるから、あそこまで終わったら、目出しをちょっと最後、見てみて。はい。よろしくです。そうね。ね、こんな感じでね、畝間の管理をね、サクリって言いますけれども、これでね、これ今やっとけば、これでね、収穫までなんか2、3回ぐらいやることになりますね、これでね。まあ、管理機を使ってもいいんですけど、管理機だと刃が回っているので、マルチをひっちゃぶったりすることが多いのね。だから、管理機を使うんでしたら、マルチは貼らない方がいいです。ね。それ、うちはね、マルチを貼りますので、このこっちの方がね、手作業でね、こう、自分の感覚でね、深くしたり、やることができますので、まあ、そんなにね、何ヘクタールもジャガイモだけでうちはないのでね、まだ手作業でね、なんとかなるレベルですのでいいんですけどね、もうジャガイモだけで3、4ヘクタールっていうかとなれば、もうこのやり方では追いつきませんのでね、そのあたりご了承いただければと思います。あくまで小規模なのでうちは、はい、このやり方で十分かと思うんですけども、よいしょ。まあ本当に今年はね、ここともう一箇所だけなんでね、すごくジャガイモ少ないです。ね、ジャガイモたくさん作るとどうしてもね、収穫も面倒だし、ね、芋類はできるだけ本当は抑えたいんですよね。で、例えば直売所に持っていくにしたってね、ジャガイモなんか作って持ってたって二束三文じゃないですか。だからまだ里芋の方がいいわけですよね。うん、なので、オーガニック栽培でね、ジャガイモを作る意味っていうのはあんまり、だからね、セット野菜として必要ですけど、単品としてってなるとほとんど北海道の方からね、とても安価で安い綺麗なジャガイモが出てくるわけですから、メリットないよという話でございます。はい、ということでね、
今日も疲れました。ズッキーニね、トンネル張ったのを撮影しませんでしたね。今度またあの撮影しますんでね。よいしょと。はい、白菜の到達のもね、2本目がだいぶいい感じになってきて、さあもうズッキーニの植え付けで、来週あたりまたね、かぼちゃだとかきゅうりだとかのね、もう夏野菜が本番を迎えつつあるっていうスタートしてきてね、もう4月に入ったらね、怒涛の植え付けが、はい、もう与党が動いてますね、はい、もう暖かくなると同時に虫がたかってくるわけですからね。はいはい、あーしんど、今日ちょっと体力的にちょっと僕はしんどいので、今2人にね一生懸命やってもらったんですけど、大根ね、大根も3月終わりには出したいですけど、ね、ちょっと1本目が調子悪いのかな、うん、ちょっとあんまり大きくなってない感じですね。人参はあの順調ですけども、でもだいぶどうですか、首が上がっている感じはしてきてますか。まあ、この普通のね、春の春大根、青首大根が出てくればね、あの今出荷している始まったあの三浦大根のブロックはね、そこまで頑張って引っ張らなくてもいいので、どうですかこの辺。あ、まだちっちゃいね、この大きさだとまだですね。あ、まだだな、やっぱちょっと遅かったね、種まきがね。はい、やっぱりちょっと来年は今年のもう11月ですね、今年の11月の春の春大根は11月スタートということですね。どうしてもやっぱり12月スタートになっちゃったんでね、この辺がね、11月の半ばぐらいに巻けば、おそらく3月のちょうど今ぐらいですね、3月の10日前後にはおそらく仕上がるだろうというふうに思いますので、だから1本目はもしかしたら密閉トンネルの方がいいかもしれないですね。1本目ぐらいはね、12月1月を越冬するわけですから、こっちはあったかいだろうと思って穴開きトンネルでやりましたけど、1本目2本目ぐらいまではね、11月ぐらいに巻いて密閉トンネルの方が良かったかもしれないですね、はい、それだったら今の3月に10日ぐらいに間に合ったかなという気がしてます。はい、あ、今日はしんどい、ちょっとね、今日はちょっと体力的に、今週1週間結構ね頑張って、今日木曜日ですけどね、明日はまたちょっとね別の用事でちょっと遠出をしなきゃいけないんでね、忙しいね、はい、そんなことでございます。まあしかしね、この3月4月5月ね、ここは乗り切らないと、農繁期ね、あの野菜を作るっていうのはね、本当に楽しいは楽しいんですよ大変ですけど楽しいね。だからやっぱり、面白いですよね、いろんなやり方だとか、こうやってね地域が変わりましたんでね、ちょっと時期をずらしたりとか、そういうことを自分で計画しながらね、イメージしながらやって、それで仕上げていくっていうのはね、あの絵も言われぬ面白さがあるなというふうに思ってるんですね。はいはい、さてとね、ここら辺も、このレッドマスタード、この間モアで走ってね、こうやって今ポツポツとかで出てきてますけど、これ出荷使えるかな、どうですかね。ね、ほらもうこの間もうこうやって出てくるでしょね、もうちょっと置いとけば多分4月、まあ到達かな。はい、そんなわけでございまして、今日ね、じゃがいものさくりをもうお根間のね管理、まだでも多分ね関東とかではね、今頃じゃがいも植え付けている人が結構多いかと思いますけれどもね、4月にならないと芽出しは始まらないと思いますけどもね、だからそれぐらいになるところはもうあったかいから、お根間の管理がね結構大変になると思うんですけど、小規模であれば管理機使わなくてもね、先ほどのさくりね、サクリサクリって言うと、サク引きで検索すれば出てきますね。なんていう名前だったっけね、埼玉の会社で普通にネット販売で売ってますから、あれね、よかった、2万か3万でした1本ね。昔10本単位じゃないと注文を受け付けてくれなかったんですけど、今はね結構多分まあこういうのはあれですけど、僕らオーガニック農家がね結構頑張って
あのこの作引きをね宣伝してきたので、あの多少は貢献したかなとか思うんですけど、はい、こんな感じでね、若い人がやってもらえるとあっという間です。こんなにね、これぐらいはね、こうやって収穫までね、2、3回5月入ったら収穫ですからね。はい、ということでございます。よかったら皆さんね、これ参考にしてみてください。それではまた。